皆さんいかがでしょうか。今日もお楽しみ様でした。夕刊原田の時間です。クレドどうでした。面白いですね、今日のクレド。なんちゅうのも普通やね、言うてみたら普通の言葉やね。もしもう一度やり直しができるならばどうするね。でこのクレドは大切で、同時投げかけ、同時投げかけというのは1回目は自分が失敗した時、自分がこけた時に即座に自分の頭の中に出すわけ。もしもう一度やり直しができるならばどうするかですね。でメンバー周りの人が失敗した時にもう質問する。もしもう一度君がやり直しができるならばどうするって言ってあげるとパッと考えるでしょ。だからコーチングね、ティーチング教える答えを教えてそうなるように作っていくティーチングと、今は流行りはコーチング、質問をして相手に考えさせてそして行動と結果を生み出すということからしたらコーチングや。もしもう一度やり直しができるならばどうするという言葉が即座に失敗した後に自分の頭の中に出てきたら、それはセルフコーチング、自分で失敗から立ち直る思考できてる。で職場や仲間に対して失敗事に対してもしもう一度やり直しができるならばどうするって聞いてあげたら、それがチームのコーチングになるんだね。質問によってハッと気づく、そのコーチングの基礎概念、一番大事なところも今日のクレドの中に取り入れていました。もしもう一度やり直しができるならばどうする、ね、ただでは撃沈しないぜって、七転び八起き、絶対失敗しても勝ち残んぜっていう、そういう感じかな、そういうものを含んでいます。前回のクレドも含めて、楽しみながら、実践をしてみてください。次々と、生活や身の回り実践にね、マッチしたクレドが出てきますのでね、どんどん皆様のクレドに増やし、皆様の一日そして人生ね、仕事活動勉強がね、成功につながるようにしていきたいと思います。今日も頑張っていただきました。ゆっくり休んでください。明日一日が人生最高の一日になるようにイメージをして休みましょう。ありがとうございました。拍手お願いします。よーっ。おやすみなさい。ありがとうございました。